はい、どうもこんにちは。今ですね、森の中におります。今回はですね、1週間前キャンピングカーバケーションがあったんですけど、本日もイベントです。来ているのがね、こちらミニカーフェスティバルですね。1年ぶりです。やってまいりました。はい、というわけでこんにちは。こんにちは。今年もありがとうございます。またまた毎年ちょっと毎回遅刻してすいません。いや、とんでもないです、とんでもないです。お忙しいから、はい、ありがとうございます。いつも来ていただいて。ちょっと今来たばっかりなんですよ。はい。あ、そうですよね。だけど今回のフェスの簡単な概要を。ミニカーフェスはですね、自称日本一の軽キャンピングカーフェスということでですね、軽車中泊車とかキャンピングカーがたくさん集まってオートキャンプをするという和気あいあいとしたイベントでございます。ありがとうございます。今回で100、今回は140台です。140ぴったりです。あ、はい、スタッフ入れると150ちょっとぐらい。あ、すごいですね。はい、今年はたくさん、もう満車です。あら、あ、去年より多いですよね。隙間という隙間も満車です、もう建物と建物の間も満車です。あ、すごい。そうなんですよ、下までびっちりで、これ以上はもう増やせないぐらいのなるほど、じゃあまた後でバーッと見てきますわ。ぜひぜひまたご覧になってください。はい、というわけで、はい、また今回もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。抽選会です。まあ、夜になる前にね、みんなでちょっと抽選して何が当たるかなってやつですね。169番呼ばれました。あれ、本当か。162番、169番の方です。はい、おめでとうございます。焚き火、焚き火こうか。はい、こうです。キーホルダーもらいました。それでは他の車見に行こうと思ったんですけど、日が暮れるとあれなんで、サイドタープだけ貼っておきます。寝るのは、車内です。今日ね、本当は雨予報だったんで、完全にね貼る予定じゃなかったんですけど、大丈夫そうなんで。やった、やったな、これは。よし、ダッサできました。とりあえずね、設営できました。ただ1個ミスったのがあります。ちょっと木にぶつかっちゃったんで、木にくくりつけました。これはね、やっちまいました。はい、前回のキャンバケとは違ってミニカーなので、車がどうのこうのというか、車の内装とかその周りのあれこれを工夫するっていうのがやっぱミニカーの特徴ですね。ユニーク。軽バンゾーンもあるんですけど、それ以外軽ベースの本当にキャンピングカーにしたやつ、そういうのはね、ひとしきりこう集めた区画っていうのもあります。軽のポップアップテントみたいなのも増えましたね。あえて斜めにパッてやるタイプと、上がパッて上がるタイプのやつですね。これ上がるようになると多分ね、中でね立てるはずなんですよね。軽の中って基本中腰なんで結構便利になります。で、ちょっと一番目を引いたのがこちらですね。はい、大体のキャンピングカー四角なんですけど、これね、ちょっとアーチを描くようにね作ってます。出窓もこんな感じでいい感じですね。出窓も開くよ。開くんですか。あ、出窓も開く。ありがとうございます。すごいですね、メルヘンじゃないですかあ、なるほどですね。で、中身もこういう風におしゃれに仕上がってます。こちらはちゃんとベッドになるみたいで、はい、これ上げてベッドで寝るみたいです。すごいですね、ライトつけてくれました。外から見るとすごいムーディーな感じになってます。やっぱライト1個あると違いますね、光も影も出て。こちらポロコロというシェルになるみたいです。またこちらのドゥーパの6月号に作り方とかも載ってたみたいなんで、もしご興味ある方はぜひ。はい、フラフラしておりましたら日が暮れました。ここからはね、ライトアップタイムになります。ちょっとここはまだ暗い方なんですけど、軽キャンというだけあって、車内っていうよりかはテントとかタープとかそういったところにライトを飾って周囲を照らす方が多いです。じゃあ皆さん、3、2、1、はい、メインが来てないぞ大丈夫、見てないよね。じゃあ行きますよ、 LED テントまで3、2、1、はい、どうぞ。あれ、リキさん、はい、じゃあ OK ですね。じゃあ今日はね、こんな感じでアレンジしてみました。じゃあこの後ね、焚き火点灯とかも行って、ここでまたみんなで団らんしていただけるような空間になりますので、まあ椅子とかを持ってきてね、交流していただければと思います。ここはお寿司、お寿司なんですか。へえ、すごいっすね。ここは梅、
梅専門？専門？そうですね。はい。元々あの梅干し屋なんです。あ、梅干し屋なんですか。はい。梅だけでも結構な種類ありますね。あ、これで一部なんですか。はい、一部です。梅一個にしても結構いろんな種類あるんですね。そうですね。水流。水流梅酒。水流梅酒。おごっていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。うまい。お、飲みやすいですよね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。今回も昨年同様ね、いろんな飲食店の方々が来ていただいております。夜もやってくれてるんで、自分たちで作る人もいるんですけど、あともう一品とか、お酒はこっちで飲むとかっていうのがね、いろいろある感じでございます。焚き火ゾーンですね。あったけ。戻ってまいりました。こういうね、車中泊とかキャンピングカーのイベント、なんかあんまりステージであれこれしたりとかっていうのは多くはないんですよね。キャンピングカーたち自体が一つのコンテンツだったりもするんで、お隣さんの方にその内装を見るとかでもいいし、単純にタープ張って近くの人と交流を図るとかっていうのでもいいのかなと思います。結構同じ車持ってたりする人とかっていうその共通の話題があったりするんで、まあ、それはそれでね、すごく話は盛り上がっているという感じですね。自分一人だけで来たとしても仲間は作りやすいかなというところです。また興味ある方はぜひという感じです。なんか明日の朝はラジオ体操みんなでするって言ってるんで、一応そこには間に合うように起きようかなとは思います。ちょっとね、焚き火の近くにいたんで上着が焚き火臭します。あと今回の動画はほぼ、ワイヤレスマイク使っております。設定ねちょいちょい入れ替えてるんで、今まで聞いたやつとは違う感じの聞こえ方になるかもしれないんですけど、せっかくのワイヤレスマイクね、使いこなせるようになるとねだいぶ楽になるんで、はい、今回試してますというところです。というわけでおやすみなさいませ。よいしょ。はい、朝です。雲はかかってるけど降ってません。明るいですね。今ですね、朝の7時ちょうどぐらいですね。はい、山なので電気毛布と、寝袋で、過ごしまして、で今回は一応バッテリーちっちゃいやつ持ってきてます。まあ、電気毛布しか使ってないんでね、半分ぐらい使った感じですね。 256W のやつなんで130ぐらい使った感じかな。まあそんぐらいです。まあ、電気毛布だけだったら、まあ、こんな感じですね。はい、いいっすね。青い空が少し顔出してます。気温も涼しめでいい感じです。こういうね、キャンピングカーのイベントで、まあ、一つのアトラクションというかになっているのが、他の方のキャンピングカーがどうなってるかっていうやつですね。こちらですね、昨年紹介させていただいたアトレーですね、同じオーナーさんがいらっしゃって、あれからいろいろ手を加えたということで、外見から全然変わってます。ちょっとね、昨年のリンク貼っておきますんで、またよかったら見てください。外見からはね、思いっきり変わったのはここですね。ハードカーゴさんの、キャリアにオーニングがついたやつセットで、はい、このワンセットになってます。で、天井には見えるかな、はい、上の方にはソーラーの 300W ですね、乗ってます。レノジーっていうところのソーラーパネルです。 K で300つける人は、珍しいです。つけて100とかやって200ですね。300は今まで見た中でマックスです。で、内装の方もちょっと床の方をかさ上げして、床のところが収納になってて、上が真っ平らになってて、ここで寝るというところです。ご夫婦なんでこれで2人で寝てます。長さ的にはあそこちょっと見えないんですけど、足が伸ばせるようになってて198取れるんで、ある程度の人は寝れますっていうところですね。で、そのまま後ろ行くと、はい、まあ、こんな感じで、ですね、まあ、いろんな収納も後ろ側にまとめてあるのと、電子レンジがありの、あ、すいません、この辺も収納があって、で下行くとリチウムイオンバッテリーか、 2560Wh なんで、これもまたあのハイエースとかキャンピングカーにつけるレベルの電装ですね。つけてますと。そうか、あと走行充電器がついてるのか、軽キャンピングカーっていうかキャンピングカーレベルの電装類を揃えております。ありがとうございます。
で、まあ、この辺の内装とあと電装類のその配線ですね、すげえめんどくさいんですけど、そちらのノマドハウスさんっていうねビルダーさんにやっていただいたみたいです。こういうのを憧れてる方はね、ぜひご相談してみてください。という感じで昨年からね大幅にアップグレードしたアトレイ、今年も参加していただきました。これ以外にもいろんな車があったりするんで、それ見るだけでも楽しいっていうのがやっぱキャンピングカーイベントの面白いところですね。卵かけご飯いただきます。はい、最後の SNS 大賞と閉会式ですね、全員集合してます。おめでとうございます。想定のお写真をすいません。じゃあホットドッグを。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは一通り終わりまして、昼前なんでホットドッグいただきました。ちょうどいいですね。それでは最後タープも片付けます。OK。というわけで今回はミニカーフェス、今回が3回目、第3回目になります。さっき秋にも、はい、あるんですよね、はい、ミニカーじゃないですけどカーニバルという、カーニバルね何でもありのお祭りをねしていこうかなと。今回もね参加150でしたっけ。そうですね、スタッフさん抜きだと140ぴったりぐらいです。あ、なるほど、結構ですね、はい、もう満帆です。過去一ですもんね。過去一でもうギチギチで隙間という隙間にも入れて終わりですこれで。ね、雨予報だったのにそんなに降らずに済みましたし。そうなんですよ、むしろでも雨雲レーダーないのに昨日ちょっと降りました。確かに雲一つないのに雨降りましたね。ね、まあ、そんなこともありつつ結構ね皆さんも楽しまれたようで、はいはい、まあ、今回の動画でなんとなくは載せてるんで、またね気になる方ぜひぜひよろしければよろしくお願いします。ケンケンだったら山目さんがお待ちしておりますので、はい、おもてなしします。はい、というわけで今回は2013年ミニカーフェス2023です。13年って言いました。2013年って言いましたね。23年ミニカーフェスでした。はい、めっちゃ噛んだ。というわけで以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひありがとうございます。バイバイ。バイバイ。